芽は出せる。だからあの上のああいう色の時にはもう今の段階では切らないですね、はい、あの色じゃ切っちゃダメですね。今年はすごくなんか色は悪いですね。だけどでかい柚子は切った方がいいです、はい、あのほんで今日はぜひあの隣のこれ隣のおばちゃんの柚子山です、はい、これ先生やっとですねあの去年売りました。よかったよかったやっと売りました。動画で見てました、はいということでこの柚子をやっとあの餌をやろうというふうなところで今日あの柚子の古木の剪定とあと苗木もまだありますんで苗木の剪定とちょっと教えてもらおうと思います。はい、じゃあお願いします。お願いします。はい、じゃあ柚子の木です。ここはあの隣のおばちゃんのとこの柚子山ですね。あの整備したとこです。ここでここがとんでもなく荒れててでもこの柚子をなんとかしたいねっていうのをキュートン先生説明したのが多分4年前です。そうですね、はい、キュートン先生見てください。この素晴らしいグローブをいやいや素晴らしいというか自慢しに来ただけですこれはワークマンらしいです。で安いんですよね。1500円。で牛革で、あ、今年だからあの柚子の収穫とか剪定をした人がこれ使って腕に傷がつかなかったと。いえあの絶対いいでしょ。そのライフハックを見つけたのは私の妹なので、はい、妹これ S ですね。私手がちっちゃいのでもともとはなんか焚き火とか焚き火用の、うんうん、とかそんなんらしいんですけど、うんうん、でも普通にこういう皮の長いの買うとやっぱ5000円とかしちゃうんで、そうそうそう、柚子とかカボスもそうですけど、はい、やっぱトゲがあるとね手をこうやって、はいはい、こうやってするの嫌なので、はい、うんうんうん、するの嫌なので、でもこういうのだとですね、じゃあこそ当時4年前この木で説明してたんでまたこの木で説明します。まずですね枯れた枝を取りましょう。そうです、はい、正解です、はい、正解です。まず枯れた枝を取りましょう、はい、もうこれ枯れてるのかな。枯れてます切りましょう。仕事はもうこっから。そうですね、この辺はなんか生きてる感じがするけどもうこっからはいい。そうすると一回途中で切っていいと思いますよ。ちょっとこの辺から切ろうか、はいはい、ね、あレシプラスも持ってくるのかな。おっと、じゃあ私のノコが切れるところを、はい先生のこと剪定バサミは、はい、生きてますこれ、もう死んでる、死んでる、死んでます。あー、もっとこっこいね、この辺は生きてる。あ、死んでる、あ、死んでるわ、はい、ちょっと綺麗に切ります。まずですね、もうとにかく枯れた枝を落としましょうってことです。はい、他枯れてるのがないですか、はい、これ枯れてますね。そうですね、先輩、私のノコを使ってはどうでしょう。いや、大丈夫。なんでそんなちっちゃいのに。そうやな、記録に残るよちっちゃいな、やる気あるみたいな、はい、ニュースってこう、広がらないじゃないですか。もうシュッてこうなるでしょ。そこまでとね、そうです。だから、大事なのは、はい、こういう枝大事ですよね、はい、向こう側に出て低いところにあって何もしないとこんな感じで上向きの枝がとっても出やすいからですね、はい、そうすると最悪の枝、そうですね、はい、とっても枯れてる感じがするので、はい、で徐々に徐々にしか小さくしていけないの で、ね、それと他の木も、まあ、鹿が食べたというのはあるんですけど、はい、見てわかる通りも下の方の枝出ないんですね。新しく下の方の枝出ないんです。どの木もそうですよね、はいはい、鹿が食べたということもありますけど、この辺からもう新しい枝が出ないんですね、うん、柑橘類下からの枝出にくいので、で下の枝は極力残す、邪魔なやつはね別ですけど、この地上これぐらいからこう出てるのは落としていいんだけど、これぐらいから出てるのは残す基本ということは、こう取りやすい下の木を作るためにはこの下の枝が必要です。
まあ、あの位置はいい位置があると思うんですけど、はい、やっぱこういうのが伸びてくるといいですよね、はい、ああいうのが伸びてくると、ちょっとあっちカレーが綺麗にしてるんですけど、これもう角度おかしいですけどおかしいですけど残す残す、うん、残す角度おかしいですよね。高くなってるんで、はい、ちょっと高すぎるところを、本当は俺この木を切りたいんですけどね、穴が立ってるからね。でもそれだとさっきの話で言うと、あまりにも 30% 以上切りすぎになるので、切りすぎになってしまうので、切りすぎになるんで、今年は例えばここまでとか、あもう一個上でしたよね。あ、危ないことしたら、危ないことしたら胴が残ってしまう。それそれそれ。これも2本向いてるし良くないんですけど、はい、良くないっていうかね、2人で養分取り合ってますけど、はい、さらに内側から出て、内側から出て内側で、これが一番高いんですよね。はいはい、これが一番高いので、これを切ります。ちょっと。私、いや先生、危ない。ここぐらいなんだ、大丈夫です。届くんで。こっちの方が重なって邪魔なんで、こっちを先に切ります、はいはい、ちょっと待ってねすげえ心配してくれるけど、こんくらいしか登ってませんからねすげえ心配してくれたけどでかいですけど、はい、もう一箇所切るとすればさ、どこ、まあ、でも切れた通り、切った量で見たらこのくらい切ったんで 15% ぐらい、 10% ぐらいそのくらいは切りましたね、はい、まあ一番高かったところは切ったので、はい、まあ、まあ、なればこっちの高いやつを1本切っても良さそうですけど、そのピュって立つやつですね、ここですね。どうですか、ちょっとこれ。もう一本切りますか。これでしょ。これ。これは。なんですけど、そこの下をもう一回ここ切ったんで。はい。ああ。上行くかな。またあの収穫するときに、はい、ちょっと高すぎるなと思えば一緒にもう切って下げるかなというふうに思います。まあ、これぐらいにしときましょうか。これぐらいにしときましょう。でもそれでもちょっと低くなったと思います。でも、ジョーさん、よくなったでしょ。カレーがなくなって、うん、なんかちょっとさっぱりしましたね。切ってもいいね。どれ？これも枯れてますよね。うん、あ、本当やな。俺が生きよう。枯れてるの？これですね。はい。ジョーさん、よく見てるね。うん。カメラマン、カメラ越しに、そう、そっちに倒れるよ。はい、気をつけてよ。はい、あ、自分が倒れる。はい、あ、引っかかった、はいはい、引っかかった、どこが引っかかったよ。大丈夫ですよ、落ち着いてください、所長。はい、ちょっとこれを、はい、良くなりました。いいと思います。はい、そうするともう一本いきますか、この上の。こっち？右下がおるな、これ。枯れた。ギリさん、どれ切りたいですか？高いな、これ。私が切りたいのは、切りたいのは、そうですね。いや、なんか、うん、ここからか。そうですね。いいと思います。一番高いところですし、はい、まあ、あんなとこ届かないですし、うん、ここ横に枝があるので、はい、ここで切って、こういうのが大きくなってるんですね。うん、鹿が食ったんだな、葉っぱ。多分重さで切れるな、うん、どうしてやりました。なんか鍋に入っても本当に
あ、ノコがいた。こうすると裂けないし、うん、重たいので頭が、だからその切りづらいんですよね。だから。うん、めんどくさいと思うかもしれないけど、2回で切った方が綺麗に切れるよというのが、上手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 、サポートしました、サポートしてね、はい、このくらいにしときましょうですね。で、はい、この辺がこうちょっと鹿に食べられやすいんですけどね、はい、大きくなるといいですね。今日この生木やったのは、枯れた枝と立った枝を切りました、はい、それだけです。それだけです、はい、それだけでもだいぶちっちゃくなったと思うので、はい、ちょっとここ位置が危ないので、もう一回下に切って、はい、綺麗になったじゃん。うん、だからここに今年はこれに実をつけないので、うん、取りやすくなるということです。はいはい。これがあるとここに実をならせますので。そうね、高いからね。はい。トランプはそのやつ。危ねえ。そうそう。どっちみち取れんからね。うんうん。うん、でなかったらここに実をつけることないんで、下の方に実をつけるってことです。うん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 。はい。ですね。はい。ワークマンのグローブの自慢をしたいらしい。案件が来るよ。案件来るよ。痛くないよっていう。ヨコさんこっちですよね。はい。さっき言った通り、綺麗に切るために2回に分けて切ります。自分の方に倒れないように。枯れてるね。はい。このグローブがあるんで。そっちに倒れますよ、うん、いいですか。大丈夫ですよ。決まりますよ。はい、こっちが高いのが目立ちますけど、はい、ここまででしょうね。来年、ね、来年ですね。来年、よいしょ。これで、でも木は復活すると思います、うん、かなり枯れ枝も落としたんで。さっきユージさんが言いたかったことがこれに伝わるといいと思うんですけど、真ん中こう内側に入ってたのがなくなったので、ちょっと開いた感じになりますよね。そうですね、ちょっと開いた感じで、ちょっと開いた感じになりますね。ユズは特にこうね、真ん中の方にこうギュンってまっすぐ立つので、はい、でも切った量はさっき言った通り2箇所だけですよね。そうです、2箇所だけ。2箇所ね。これがこれが精子ですね。で、はい、これが精子です。さっきまで言うと、はい、こういうのは人間が作り出すんですよ。はいはい、こんなの、はい、こう伸びてたのは邪魔で切ったんでしょうね。うん、そうですね。そしたら横に伸びてまた上に立ってなので、カクンカクンカクンってしてますよね。有機になるっていうことですね。で、だからこういう上を向いてる枝で残すと、ここもカクンって上がるんですよね、うんうん、カクンって上がるんですよね、うんうん、これは剪定 した結果です、うん、人間が切った結果です、はい、何もしなければこうまっすぐまっすぐですよね。これをこういうところで切るからカクンってなるんですよ、うんうんうん、なぜか別にあの勉強しなくても何もしなくても、どこかで切ってくださいというと、やっぱりこう上向いたところが勢いがよく見えるので、こういうところで切っちゃうんですけど、カボスとかユズは何もしなくてももともと勢いがあるので、こういうところでは切らない、う
極力そういうところでなんか、はい、先生苗木です、柚子の。もう苗木っていう年齢じゃなさそうな感じがしますけどここもウサギ被害で下の方はもう枝が全然ダメですね、うんうんうん、ただ柚子、自分聞きたいのは柚子ってこうなんじゃないですか、もうこうそれをどう制御していいかっていうのを聞きたいんですよ。で、今これ剪定必要ですか？はい、葉っぱの色はいいですけど、そもそもさっきと同じ話をしますけど、どこになります？柚子ですか？柚子です。一緒でしたね。一緒です。一緒ですよね。どこになります？こういう枝ですか？そうですね。はい。で、こういう短い枝ですね。はい。はい、花がついてなったら、その枝どうなります？こうなります。重さで下がってきますよね。はいはい。重さで下がってきますよね。はい、多分こういうのも重さで下がってくる、はい。そこもなりそうですね。なりそうですよね。その、うん、はい。なって下がった方がいいと思います。はい。そうすると、まあ今なるかならんかちょっとわかんないですけど、はい、なって下がってくるじゃないですか。はい、じゃあこの次を想像しましょう。なった後この枝今度どうなるんでしょう。これ戻りますか。ちょっと戻りますけど、はい、ここもまたこう芽が出てきますよね、次、はい、よく春ですけど、はい、そうするとこの辺にこう木がわさわさできてくる、はい、その代わり柚子は特性上下がって上を向いたら、はい、こういう上を向いたこの節からボンって芽が出てくるので、あ、はい、あのそれがさっき言ってそういう形にしやすくすると思うんですけど、まずはなってで下がってこの辺の枝を作っていくっていうことが大事なので、はいはい、こんなのもそうですよね。こうなって下がって、はいはい、でそうするとこういうのがこう太くなりやすいんですよね、はいはい、だからこれを来春ぐらいにそう なりかけたら取ってあげた方がいいかなというふうに思いますけど、まだまだ木をしっかり作りなさいとか大きくしなさいという段階ですね。大きくしなさいですね、はい、でこれもほぼほぼ楽しみさんのところのレモンと一緒のパターンですね。はい、もし今の段階でまだそんなにこう焦って切る必要はないんですけど、はい、例えばここ、はい、ここ、はい、二股ですか。同じところで2つに分岐してますよね、はい、同じところでもちろん3つに分岐することはあるんですけど、はい、これは、同じところで分岐してるから両方で養分を取り合ってしまうんですよね、はい、だからなった後、はい、なった後はあのどっちか、私はこっちを残すかな、はい、そうですね、1つは外して、というふうにしてあげた方がいいですね。なりそうなところはあるので、まあ、これは今先生言ったのは2本一緒の方向で出てますって、ね、うん、だから片っぽはいらないでしょって、うん、なんで取り合っちゃうからですね、はい、路線的にこっちがまっすぐなんでこっちを落としましょうっていう、うん、変形してる方ね、いうと、うん、さっきので言うとそうですね、あと真ん中からこう出てるのでこれでしょうね。そうですね、でしょうね。でもこれもまだなってないので、はい、なった後取る、はい、その除去するかなと、はい、これで言うと厄介なのはだからこういうタイプの方が厄介ですね。その人はなんとなく3方向にいますけど、そうですね、この人まっすぐ一直線ですよね。なって下がってくるかな、あなた。そうすると、このくらいならどうします？脚立に乗って取ります？うん、取るね。じゃあ脚立に乗って取ったら、この辺がこう大きくなってくるといいですかね、はいはい、そうすると、まあ、なったら内側向いてる、これだけ取って下げる、はい、また多分こういうのが内側向いてるのが太くなるんでそれは取る。でこれによっぽどこう上が重なってくるようになったら、はいはい、まあ、切り縮めてあげてこっちがこう大きくなっていくようにしてあげるっていう形になりますかね。将来的に多分この辺で木を作っていきたいですね。この辺までだんだん下げて
まだ今のうちはここに実をつけさせて、木が大きくなったら将来的にこの辺の枝までで木を作る。こういう枝で横に広げながら。今はシュッと立ってるけど、最初は何遍切ってもそうなるので、はい、だからこう横に伸びていく横に伸びていく枝をあんまり触らず、芽が出る伸びる芽が出る、うん、伸びるをもうしばらくで、上はさっき言った通り、はい、時々切り縮んでたり、はい、こういうとこ太くまっすぐ、こういうのはまだどうとでもなると思うので、え、じゃあそうですね、皆さん、はい、2人ともあの指さしてもらいましょうね。この木で種子と競合していて、はいはい、一番切った方が良さそうだなっていう枝はどれでしょう。精子、樹形を整えるという観点で見たところです、はい、どれでしょう。せーの、これ、これ、はい、ミリさんはこれ、これ、ジュンコさんは、うん、ここからそうですね、うん、そうですね、いずれはここから切った方がいいかなという感じはしますけど、まあ、一旦はこれですね、うんうん、一旦はそのこれ、この向こう側、はい、向こう側にはこの枝がいるのに、うん、もう向こう側に行ってますよね、この人、うんうん、これとこれが、これとこれがこうなって重なり合ってますね、はいはい、でこれも見てください、同じところで分岐してますよね。で同じところで分岐してると内側向いてる方が先に養分を取るので太くなりやすいんですよ、うん、あのこういう木は多くて、だからこの木がいずれどうなるかっていうと、本当はこっちの方がまっすぐなのに、うん、なったらこう下がってくるんで、はい、これが種子みたいになっちゃうんですよね、うんうん、でもなおのこと上向いたやつがずっと残ってるんで、やっぱ上向いた木になって、上っていうかこう真ん中に密集した木になってしまうので、まあ、例えばなった後に一回ここで外す、うん、でそのもう一個先にはまあここで外す、もしくはもうあの向こうと本当に重なっていると思えば来年ここで外す、一回なってからがいいですね、うん、そうそうそう、ならない間は、あ、そうです、あのなってから切るというのを一番最初にお会いした時にも言いましたけど、はい、ならないで切るってことは、はい、何の仕事もせずに引退していただいているので、はい、まあ、1回ぐらいはですね、やっぱ球場で登板させてあげましょう。そうなってから切る、なった枝を切るのが剪定ですね。多分将来的にこれ結構実をつければ避けると思います。これここそこ避けちゃいますね。これ避けると思います、うんうん、うちのカボス結構咲きましたね、うん、そ, うその現象です。そういうことです。ユージさんに枝釣りを教えなかったことを、はい、何ですか、枝釣りを、わかんない、これもこれや、カラッとな、うん、これはもうちょっと重なってるので切ってしまった方がいいでしょうね、あ、僕別に純子さんにやったかと思った。引っ張ってこう引っ張ってこう、はいはい、下に引っ張ってっていうのは、はい、以前も話した通り私それ草刈りの邪魔になるから嫌いで、私一番最初植えたやつは引っ張り誘引しましたけども、あの草刈りがそうそうそう、あの草刈りでずっとイラってするんで、はいはい、それだったら、はい、誘引は自分やって難しいなと思ったら、これ誘引すると、まあ、カボスでもやりすぎちゃうとここにボーンって立つんです。あ、また出ます、また出ます。こう引っ張るとここに火を受けるんです。こう立つんです。だからこの微妙な角度が難しいなっていう印象です。うん、それよりもなたくさんなって自分の重みで下がって、はい、で調整をして。剪定が上すごくこうよく上手な人だとみかんの木みたいになります、はい、だからちょっとこもっとした感じの木になるんですけど、うん、まああれはだいぶ剪定が上手です、うん、そうやって調整した方が良さそうです。誘引すると草刈り邪魔で、この引っ張り具合によってどうせまた出る徒長枝が出る、うん、徒長枝で立つ枝ね、うん、立つ枝が出る、でなおかつ
引っ張ってるのに実がつくんで、うんうん、すごく下がるんですよ、これが。すごく下がる。下がってるのに上げないといけなくなる。はい、今度上げなくなる。そうなってしまうんで、あの剪定でやった方がいいという印象です。痛くない？痛くないね、今確認してるんですけど、偉いなと思って、これすごい。5年ぐらい前に知りたかったな。いいんじゃない？え、純子さんも一回カメラ止めて、ちょっと。あら、全然手突っ込んでみて。全然おー、いいね。痛くない。いや、いいね、これいいわ。ほら、もうそこ、トゲ刺さってるよ、この。そう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 、でも全然中に入ってこない。これいいわ。さっき見せた通り、手にも全然。本当ならゆず作業するとね、ピーピーピーっていっぱい、はい、ハモスも作るときはつくんですけど。いやいや、つくつく。あ、これは本当に全然。これいいね、うん、ワークマン。ワークマン、ワークマンの、うん、早速行こう。ワークマンのなんだっけ、キャンプコーナーにある。キャンプコーナー、キャンプス。え、このサイズが S。 あ、私 S でいいな。ジュゴさん S で、この1個上にフリー F がある。ああ、自分は S は入らなかった。私たちは手小さい族なので、うん、これはいいです。いい、うん、良さそうね、うん、はい、また今年も素晴らしい剪定を教えていただきました。いやいや、木が大きくなってるからもうそんなに、はい、そんなにもう。いやね、あの剪定はこのチャンネルが一番勉強になると思います。いや、先生そう思いません？なんか、いやいや、それは、ね、それはあの私の先生に聞かれたくない。私の先生に聞かれたくない。いやでもあのね、ジョーさん、動画とかあるんですけど、見てもこうマニュアル通りのことを言うんで分からないんですよ。そうですよね、マニュアル通りのことなんで、うんうん、だからお堅いんで、現場に即してる、ね、お堅いんで分からないですよ、うんうん、そういうこと。さっきあの話した通り、あの皆さんというか、そのユージさんともそうですけど、段階があるんですよ。最初こういうこと、最初に習ったり、最初にこう反復した方がいいこと、はい、今度だんだんこう経験を積んできたら、もうちょっとこう上手になりたいなとかって思った時には、はい、またその先があるのかなというふうに思うの で、 そうですね。私は本当に一番最初のことを基本、うん、を話したりするのはまあそこそこなんだと思うんですけど、それより上手になりたい人たちにはちょっと技量が足りてないなというふうに思います。だからほら、さっき私もこう書いてたじゃないですか、はいはい、お恥ずかしい話、あの私この仕事して15年目になるのかな、はい、本当に一番最初に私たくさんそういうのメモしてるんですけど、はい、仕事し始めた時の、メモしてるんですけど、その時にはメモしてるけどよく分かってないんですよ。あ、なるほど。よく分かってないんですよ、はい、で今見るとあ、ちゃんとメモしてるし、その通りやなっていうことが書いてるんですけど、当時の私はもううーんって思いながら、分からずにメモしてる、分からずにメモしてるし、分からずにメモしてるから再現できないんですよね、はい、今はさっきみたいな、例えばこう高い位置からこう枝が何本も出てたら高い位置から切るとか、そうなんですよ、3本あった時に何本切るとか、何本こういう考え方で切るんだよみたいなのも、今ならもう少しちゃんとこう自分でも咀嚼できてるから言えるんですけど、だからこう臨機応変にはできなかったんですよね。この前その農協の人ともお話をした時に、すごく仕事をしていく上で身につけたことをこう残してほしいっていうことを言われるんだけど、うん、マニュアルとは違うな。だからその一言一句書き記せば誰でもできるってことじゃないなって言ってて、むしろノウハウ、経験でこう身につけたものが多いから、そのやっぱり今度学ぶ人も経験がないとちょっと身につかないから、うんうんうん、そのマニュアルっていうとその、ね、同じことすればいいと思われて手順書だからなんですけど、というよりはノウハウだからスキル、ノウハウの方ですよね。あの先生に一番最初来てもらった時に、剪定の話を聞いた時に、めちゃくちゃ早口だった私ですね。あの時はあのまさしく自分も聞いてるけど、
ほぼ半分ぐらい分かってなかったと思います。経験がなんか少なかったので、いろいろ経験を積んで、あ、なるほどなるなるほどっていうのを積んで、今やっとなんとなく分かってきた。なんとなくですね、まだまだなんとなく、はい、ありがとうございます。だからこうね、はい、ありそうなところ、こんなのとかですね、はい、こんなのとかですね、はいはい、なんかあれもちょっと微妙か、これになりそうかな、はい、なりそうかな。なんかユズは結構なりそうな枝たくさんありますね。カボスはほぼほぼないですけど葉っぱ落ちちゃったんですけど、葉っぱの色もいいので、はい、でもまずはやっぱなるならないというのの確認と、はい、そうそう、来年ぐらいになったら、まあやっぱちょっとどれか抜いちゃらんと横広がっていくときに邪魔になるかなとか、うん、ね、はい、だからこうもし正解があるとすれば、もうたった一つです。植物のその仕組みに沿っているってことだけが正しいことなので、うん、でね、昔の方が書き残してますけど、野学博士のことが書いてますけど、だからその何流とか何流派みたいなのはそんなのは本来ないと、でそういうのがたくさんのこう新しく始める人たちを混乱させてるともう植物整理があるだけで、難しいと思うんだったらまずは枯れ枝を切るところから始めるといいと思うって、あの切らなさっき言ったとしたから、切らないよりは切った方がいい。だからそうそう、何流とかはないと、はい、このようにやるのは柑橘のその植物整理に沿ったやり方だけと。多分行き着いた人たちは、ね、いいお話でしたね。いやいやこんな、はい、こんな時が出ますからね。さっき玉さんはパンクするって言ってた、はい、いやありがとうございました。ありがとうございます。長くなりましたね。もうあとは温かいコーヒー飲みましょう。山さん今日ありがとうございました。はい、やだってます